先週、滋賀県内の飲食店、そこに集まったのは10年前の優勝メンバー。山本監督を囲んでの食事会が開かれました。いや、まさか先生と乾杯するとはね。怖いですね。いや、何興奮してもめっちゃ待ってんのに。いや、何興奮してねん。キャップより全国優勝から10年、28歳になった卒業生。お前らサッカー見よ、普通に見てんのに、わあ、おもろいわって思ってもね。めっちゃ嬉しそうにしてるぞみたいなね。いや、試合とか楽しかったもん。ね、ほんまよし、試合終わったら、なんか、やばいっすねみたいな、なんか、周りの感じで言ってるのか。いや、それほどでもとか言いながら、結構楽しかった。山本選手、今年、どうなんですか、やつが。一試合すごいんですよね。わざとわざの戦いみたいな。なんか、1回戦に。屈指のコーカード的な感じ。なんかテクニックダイビングみたいなんでしょ。それだけは負けたんですよ。いや、誰がいいんですか今。村上、林っていうのと村上っていうのが一応看板っていうか。で、村上は今日どうするんですか、プロ行くんですか。いや、まだ全然決まってないけど、ようやくちょっと人的になってきよったから。いい意味で悪い意味ですよ。あんな闘争心になるっていいね。確かに。それめっちゃ大事ですからね。うん。教えられへんもん、そんなこと。OB としても気になる今年のチーム。監督も教え子たちに10年前の再現を誓いました。